はい。じゃあ、入間くん、はい。入間くんは、高校は宇部小です。宇部小の、何年卒になるのかな ?2005 年かな。2005年って言ったら、野球がこう。そうだね、吉永くんに連れてってもらいましたね、甲子園。甲子園行った。うん。球場に。球場に。2015年かな、うん2015年じゃないか。ああ、そうそうそう。違う、2015年って離れすぎやろ。俺まだ22歳やで、それやったら。2005年だろ。2005年です。めっちゃサバやるんだと、うん。若いな、22歳。うん、当時はまだもうちょっと痩せてたね。痩せてました、60キロぐらいしか。今、90。今、超デブ。90後半。すごいね。まあ、それはいいとして。宇部小の時のその思い出、なんか。思い出、まあでも。印象に残ってることってある。いやー、使ったっすね。いや、その、あ、甲子園がよ。あ、甲子園がね。うん。もう灼熱で、本当に、まあ、僕らはもう靴履いてやってたと思うんですよ。うん。でも、チアガールの子たちは裸足ですからね。それで、水とかね、バシャバシャ、総括かけてやりやったけど、もう余計に暑かったんじゃないかなと思う、今思えば。チアガールの中に気になる子なんだから。でもみんなやけ、美人の子ばっかですよね。あそれはまあ、あそうベストのベスト8の感じですかね。選ばれし、選ばれし選手たち。選ばれし。選ばれし美女たちだと。ああ、確かに見てみた。写真の、卒アルかなんかだよね。ああ、はい。そうそうそう。うん。思います。応援団長やったいやいや、応援団長は戸田くん。副団長。うん。ああ、副団長。副団長ってどんなすごいん。いや、でも、まあ、後輩はよくついてきてくれましたね。あ、そうな。うん、そのに、だけど、同級は俺、佐田くんと俺と浅野くんしか来ないとき、3人しか来ないとき、結局。ああ。え、後輩が、2年が、1、2いたと、中野と高森と3人か。で、1年が5人ぐらいだったかな。まあ、十何人かな、OK。で、まあ、志願して入ってきてくれてかな。おぉ。なんか結構、甲子園でも結構いいとこ行ったよね。ベスト4っすね。ベスト4ってすごいよね。すごい。6回勝ったんだっけ。ね、もう一人準優勝。うん、で、駒大苫小牧と対戦で、最後。京都に勝ちたの。うん。他の宇部小の野球じゃなくて、それ以外のイベントとかさ、なかった。野球以外の野球以外あ、イベントか、イベント祭りとかさ、なんか宇部小デパートです何なんそれ宇部小デパート、なんかその商品を仕入れて地域の人らに売るみたいな感じそんなん商業やっけねどういう文化祭みたいなのあれあ、そう文化祭なん文化祭みたいな宇部小デパートって言って俺はケーキ普通の文化祭とは違う文化祭はも、まあ、どっちかというと、普通の文化祭は催し物を考えてから、うん、それだけその、売店メインじゃないじゃないですか。ん?文化祭って。その芸術で、そのなんかその、演技してから、演劇みたいなやつメインじゃないですか、文化祭で、基本。ステージにあって、あまあね。で、うん、みんな集まってやって、うんうん、で、ちょっと出店、ちょっとやるぐらい。あ俺はもう出店メインになるんですからね。すべてが出店です。そういう、ステージとかの、そういうのはない。ああ、でも生徒会がもうやることないから、生徒会は別になんか、よさこいとかやってますね。あるんだ。催し物。え、そうそれはあるけど、そこが、その短期間の、うん、ただけどその演劇とか、その普通の文化祭は、その一つのステージの中でやるのも多分一日中あるんですけど、うん、僕らは2時間だけ、その生徒会のショーみたいな。あとはみんな歩いて、いろいろ商品買ったりとか。あ、そうなんだ。うん。いまだに行ったりするの今いかんすね。ああ、いかん。さすがに2015年じゃないからね。間違えました。今年行ってみようかな。うん、もうほぼ知らんやつのばっかり。それそうやけど。ほぼ知らんけど。OB でーすって言ってみよう。ああ、でも、ああ、でも後輩って、そうか。2個下までな、分かるけど。平和君はテニスだったんかいね。はい。テニスって強かった?いや、僕らは雑魚です。雑魚な。いや、僕らは峰工業強かったね。あ、強いですね。もう王者ですよ。王者。この辺じゃ。そう。峰工業系はもうこの辺めっちゃ強い。宇部工業も強いし。峰工業も強いし。
俺田高校の強い人、まあ工業じゃないけど。工業じゃねえ。うん。宇部省は宇部省。宇部省はね、俺らの2個下の後輩にすげえ強いやつが起きてるわけ。そいつが仕切っとったね。あ、仕切ってる?1 年で。あ強いやつが、強いやつの練習メニューをやる感じかね。ああ。判断と。なるほど。まあでも、それの練習についてこれんやつがおったけ、まあそれは、ちゃんと注意したけどね、3年や。俺は。祭りごとはじゃあそれぐらい?宇部省デパートやね。他は。工業系とは違うわけじゃん。商業ってどこが違うんかなって思う。いやでもね、その、工業系はど、工業系はど、なんていうかな。電気工学とかさ。なんかいろいろこう、実技の配管のなんかそのなんか、もう、なんか工場で活躍するためのスキルを学ぶみたいな。うん、商業はもう、事務か、事務ってわかるね。レジ打ち?ん?レジ打ち?違う違う、レジ打ちじゃねえじゃん。事務ってわかるよ。事務はなんかパソコン打って、なんかプリンターをこう、会計したりとか、そうだね。ああいう人だったり、マーケティングして、まあ、これぐらいの人が、この人口って、その人たちが、その、引き付けられるようにどういうポップを作ったらいいかとか。ポップ?うん、そういうのもやる。デザインだ。デザインもやる。だから商売に関することを学ぶ、うん。商売とやっぱ事務、会計、その簿記とか。簿記?うん。そろばんとか。そろばんもありましたね。ああ、そうだよね。電卓検定とかも。ああ。めちゃくちゃ早い打ったりとか。パソコンもそうです。できた?俺、簿記2級しか持ってないですからね。あ、そう。ね、写真、ね、ソーシャル見たら結構可愛い子いろいろあったけど。ね、まあ、ちょっと、うん、気になる子はいた。いや、別に、それは、見ちゃう人もおるんすからね。あ、そうだね。商業でやめてほしいから。そういうの、本当に。じゃその今、宇部島のその、昔と今変わったことある?まあ、野球の強さとかじゃない。いや、だからその建物とか。ああ、建物は変わってないやろ、もうほぼほぼ。うん、そのまんまと思いますよ。その、周りの、だから、高校、学校あって、うん、行ってらお店の思い出とかない。それだね。そう、個人経営のコンビニ暮らしなかったけど、R ショップってやつがあるんですけど。ああ、知らん。あれぐらい、あれぐらいあります。うん、あれぐらい、あれで買い食いしょったぐらいかな。でもまあ、はい?マミキアじゃない。するわけないやん。パルティ富士があったけど、でも、ちょうどパルティ富士ができた年ですからね、僕入学した。そうなんだ。てかまあ、あそこが、ね、栄えた気がしますね、あそこで。まあ、あそこでやって、まあ、バスで帰ろうと思ってたけど、その時、じいちゃんがおったけど、ほぼほぼ乗せて帰ってもらうって。あ、そう。じゃあ、井上君、最後に宇部省の OB として、なんか、一言のある。いや、僕は俺、全然ないよ。今の、宇部省の人。今の宇部省の人に、うん、今の宇部省の人に早よね。まあしっかりね、資格いっぱい取って、就職に生かして楽しい人生を送ってください。